トッポジージョはマリア・ペレーゴ原作のイタリア人形劇のキャラクター。イタリア・ミラノ生まれのネズミの男の子が主人公の物語。トッポジージョはマリア・ペレーゴによって1958年に創造された指人形と棒遣いの併用による操り人形のキャラクター。2001年に日本におけるイタリア年のメインキャラクターに選ばれた。2011年に 日新前大使に就任した日本では、1966年8月22日から TBS のおはよう日本で放送された後、1966年10月3日から同年10月17日まで同局のナショナル劇場でトッポージージョインジャパンと題して放送。それから半年後の1967年3月7日から、 同年9月26日まで TBS 系列局で単独番組トッポジージョとして放送された後1967年10月9日から1968年1月29日までチャオトッポジージョと題して放送されていたこれらの放送期間中小学館の学習雑誌小学1年生小学2年生小学3年生に 石森翔太郎によるコミカライズ版が連載されていた。放送当時、日本におけるトッポジージョのライセンス窓口を担当した、小学館では1966年11月末現在において44社から185件の商品化許諾を受けるなど、日本でも人気キャラクターになった。チャオ、トッポジージョより、主演の大村コンの方にジージョが載っている。 キャスト主題歌、ママと遊ぼう。ピンポンパンの一コーナーとして放送。キャスト主題歌1967年7月20日に公開された映画。タイトルは、トッポジー女ジのボタン戦争。配給は東話。トッポジー女ジには操り、人形を用いている。2004年にリバイバル上映され、翌2005年に DVD 化された。テレビアニメ版の第一作。 当初は朝日放送と日本アニメーションの共同制作で1988年4月27日から同年9月21日までテレビ朝日系列局で放送されていたが1988年10月7日放送分からはテレビ東京と日本アニメーションの共同制作になりタイトルも夢見るトップ、G、ジー女に変更。以後は同年12月30日まで テレビ、東京系列局で放送されていた。キャストとスタッフは、基本的に朝日放送制作時代と同じだった。本作でのトッポジージョは、未来の宇宙飛行士で、現代のイタリアへ、タイムスリップしたという設定。トッポジージョのキャラクター以外、ストーリーは完全なアニメオリジナルである。声の出演ネズミ猫人間へとセトラ、スタッフ主題歌放送リスト放送局。 無印イコール同時ネット、イコール、遅れネット朝日放送制作時代特筆のない限り、すべて同時ネット。出展は1988年5月中旬から6月上旬、時点のものとする。テレビ、東京制作時代2003年7月9日から2004年3月31日まで、キッズステーションで、トッポジージ劇場と題して放送。 全38話テレビ未公開6話。キャスト日本では1976年にカルピスの CM に出演し、萩本金一と共演した。声は山崎優衣が担当した。1977年頃、バーボンが、ジージョのバターロール、ジージョのホオズキくんなどの歌詞のキャラクターに起用し CM も流された。ありがとうございます。